したの、マルガリタ。ミレ、助けて。先生が私を閉じ込めるのですわ。マルガリタ・フローズンは明け方、入室が禁止されている部屋に入り込んだのです。新入生ね、あなたも気をつけなさい。規律を乱せばこのように厳しく罰しますよ。許してくださいです。あの部屋の幽霊たちがそんなに好きなら特別の部屋へ招待するわ。楽しんでちょうだい。私も若い頃は友人と一晩中語り合ったものよ。ウジだらけの新しい友人を用意してあげるわよ。いやいや、ミレがいい。星の精霊のグリモアが手に入らなかったから、マルガリだったら無理やり忍び込んだのね。このまま放っておくのはちょっとかわいそう。はあ、しょうがないな。喜ぶのはまだ早いわよ。あれを見て、ほら、カロンがあんなに大勢集まってる。困ったな。こっそり抜け出すのはもう無理みたい。よし、集中するのよ、リレ。
お願いね。地獄の外は久しぶりだ。仕方ないわね。どいつをやればいい。先を読まなきゃ。召喚できなくさせるの。ユニコーンが私に力を。まずは一つ目ですわ。頑張るのよ、ミレ。私を呼んだ。
を読まなきゃ。頼んだわよ。先を読まなきゃ。
願いね。
で。私を呼んだ。先を読まなきゃ。
てきて。集中して。我が剣と共に。我が主の剣とならん。私に貸してくれません？ダメよ。何に使うか知ってるし。これは、そう、特別に貸してもらったのよ。だからダメです。こんな風に嘘をついて回ってたら、きっと蛇みたいに舌が裂けちゃうわ。よし、もう大丈夫。マルガリタ、一つだけお願いがあるの。うん、何でも聞いちゃう。だって恩人ですもの。魂の器には手を出さないで。私、あなたがひどい目に遭わないように先生にお願いするから。何のことかしら、リレ。カルバドスはきっとあなたでも平気で手にかけるわ。だから、誰か来た。先生だったら大変。隠れて。あの小娘はあの人の恋人や愛人ではないのね。サルトリューゼ先生はあんたみたいな節操なしじゃないって言ってるだろう。口の聞き方は許してやるわ。それで本当なの？あの娘が作られたというのは。ああ、アマレットは先生の貴重な研究成果だ。天使の霊素を封じ込めた究極のホムンクルスさ。真理の探求こそがあの方の天分なんだ。いいかい、シャルトリューゼ先生は迷惑してる。だからもう先生につきまとうのも研究の邪魔も一切やめてほしい。それとこれとは話が別よ。ハイラムの気持ちは知っているんだろう。ルジェ様は愛した弟子に裏切られて亡くなった。先生からも忠告されたわ。二の舞はごめんです。あいつはそんな男じゃない。ハイラムも見る目がないぜ。これのどこがいいってんだ。ともかくこれ以上研究の邪魔だけはしないでくれ。ガンメル先生が悪魔のザレ言を真に受けて、ルジェ様の魔法は禁止されてしまったけど、ギムレットを倒すための駒はあるじゃない。なめくじにしよう。
悪魔には邪魔者を二人も同時に始末できる方法だわ。明日には見てなさい、アマレット。オパールネラ先生はアマレットの命を絶って天使をギムレットにぶつける気だわ。今夜はもう遅いわ、部屋に帰りましょう。マルガリタ、これはお互いに秘密よ。急いで。ふーん、そうなの、そういうことでしたか。